てますでしょうか。私が打ちたい台は、あ、左角が空いてる。マイザグ4はバックンするかどうかわかんないけど、とりあえずこれ押さえて、まだ打ちたいなと思ってた台全部で3台あったんですけど、2台とも空いてるから、とりあえず1台目これで。皆さんこんにちは、この番組は私が大好きなジャグラー、このジャグラーで5つの偉業を達成しようという番組となってます。1日でトータル1万ゲーム回すっていう偉業をね達成しまして、残りは、レギュラー50回ずつ、ボーナス20円じゃん万枚、この4つ、まあ、5つが残ってます。これをね、どれぐらい時間がかかるか分かりませんが、長い時間をかけて、達成してジャグラー界の偉人になろうという番組になってますので、どうぞ最後までご覧ください。おはようございます、椎名舞茸です。始まりました、偉人伝シャープ3、4。すみません、朝なのでね、頭が寝ぼけてると思いますけど、1台目何もリールが動かなかった。前代出目は変わってなかったから、まあ他のね学園分かる機種、朝一ねちょっと回せば前代なんだ設定変更されてるのかどうか見抜けると思うんだけど、あんまりそれはやりたくないので見栄え的に。とりあえず自分の選んだ1台目を信じてちょっとだけ打ちます。シャープ3で1万ゲームをね無事に達成したので、まあ、このマイジャグが仮に高設定だとすれば、狙いたいのはボーナスの回数かな。ビッグとレギュラー50回ずつ、個人的に20連チャンはね、ゴージャグがいいなと思ってて、ゴージャグお店的に設定が入るかどうかちょっと分かんなかったので、過去に高設定の履歴が見えたマイジャグを選んだんで、インターネットを使って調べた結果、ゴージャグで20連チャンされてる方がいたんですよ。でちなみにそのゴージャグで20連チャンした人、皆さんも多分知ってる、皆さんも知ってるというか、知ってる人は知ってると思うんですけど、51ゲームさあ、朝一発目がビッグでよかった。あ、そうで、ゴージャグでね20連チャンしてる人、世界の森翔さんっていう方ご存知でしょうか。あの方が過去にゴージャグで20連チャンさせたっていうねブログを残してて、一撃3000枚出たそうです。シャープさんの動画寄せられてたコメントをねちょっと見たんですけど、移動せずにその1台を打ち切って1万ゲーム回してほしいコメントもちらほら見かけたんですよ。それはねすごく気持ちはよくわかります。私もねできるならそうしたかったんだけど、ザグラをね打つからにはその収支をプラスにして終わりたいし、偉業達成のためとはいえね、その低設定って分かってて、それを朝から閉店まで分回すのって、でもそれはねちょっとねできなかった、なんかそれじゃ意味ないかなっていう気がしてしまって、まあなんか1万ゲーム回したように、ね、見えないっていう気持ちも分かるんだけど、でもこのホール昨日下見に来た時に
回転数カウンストしてる台があって9999って、でもやっぱそれ見た瞬間ね、私もね、あーこれやりたいなとは思ったんで、いつかね高設定を積もった時に1万ゲームカウンストバージョンは達成したいなという目標を持って、それが今日かもしれないし、こう朝から閉店まで打ってボーナスを50回、まあどっちかね、ビッグかレギュラーかどっちか50回引くの考えたら1時間でね4回くらい回さないと、回さないとじゃない、当てないといけない計算なんですね。で、まあ30分経って1回、圧倒的に出遅れてる。おっ、よかったー、当たったー、322ゲームレギュラーでした。でもさ、1万ゲームはさ、正直低設定でもやれんじゃん、営業時間内にしっかり回せば。でもボーナスの回数は、ああ見てー、かわいい見える、帽子オンリー、ああ揃えたくない、でも時間ないから揃えます。いいもん見たー。さっきの話の続きですけど、低設定でボーナス50回ずつ引こうと思ったら営業時間内に間に合わないんじゃないかって思ったんだけど、これどうなんだろうね、実際1万ゲーム回せば、1万ゲーム回せば当たるってわけではないか、そのやっぱ低設定でも高設定っぽい挙動する台たまにあるから、そういう台に当たれば50回引けなくもないのかな。あ、でもシャープさんの時みたいに最後に打った甘いジャグはめちゃめちゃレギュラーに偏ってたけど、最終的にビッグとレギュラー同じぐらいになったのを考えると、やっぱ50回ってむずいな。お、持ちコインのなくなる前に光った。レギュラー、ちょっと黙って1万円使い切ろうと思ったけど、さすがに232分の1はないじゃろ、ないじゃろ、どうじゃろ、ブドウ 5.6 だってえ、そんなわけないっていうか、数えてるの私なんだよな。でもゲームで165回 5.6、 間違いなく 5.6。うわあ、危なかったービッグ361、やめなくてよかったこれでやめ
合算悪いからやめて移動しますって言って、他の人が打ってすぐボーナス引いて1ゲーム連引いてたら、俺のジャグリンガーってなってるのかなと。くそー、俺のジャグリンガーどうなってんだ、どうなってんだよ。でもこれでようやく4回か。1時間半で4回、ミックは4回、レギュラーに関しては2回。だいぶスローペースですね。そっかびっくりしちゃったレギュラー140ゲーム、よいしょ。レギュラー45。127になった。さっき200分の1だったのに。でもブドウが 5.6 じゃなかったら 100% やめてたね。2時間、2回、ビッグに関しては2回足りてない。レギュラーは4回、連チャンすればねサクッといける。おゆっだそばから、よいしょ。レギュラーだった。あ、光った、光っちゃった。87。あとビッグ1回引ければ2時間で4回ずつ、ペース的には悪くない。おどっちだ。あ、いいじゃないですか。ドロメ、お、光った。ギリギリ300手前、点滅した。ビッグ、ふい、32。ビッグー、ゲロー。基本は優しいんで。14ゲーム、すごいじゃん、6じゃんすぐ6っていう。3時間でのビッグ回数のノルマ達成してます。あ、本当だ。当たる当たる、うい、7連目。でもあとさ、13回ボーナス引かなきゃいけないんですよ、20連チャンまで。まださ、7連チャンだから なんだろう、まあ気持ち的にはここフランクな感じで連チャンしないかなって打てるけど、これがさ14とか15とかだったらさ、もううんってレバーちょっと強めに叩いちゃいそう。あー、終わっちゃった。レンちゃん、そんな話してたら。
あーつぶつぶ埋め尽くせなかった。あと38回、レギュラーは42回。よい、176レギュラー。ピッ、あー12時42分、1時までにあと2回。ビッグを引けば1時間あたりの平均回数クリア。ありそうじゃないですか。計算した、今の総ゲーム数何分の1でビッグ引いてるのか。179分の1でビッグを引いております。あと3分で1時だけど、100ゲーム以内に1回ビッグが引ければ。この台の設定は何ですか。今のところは6だよね。結構後半もたつきそうな気がする。どうしよう、これで3とかだったら全然違うでしょ。そうだね。おお、危ない。回しちゃうとこだった。ピック。ようやく16回目。ちょっと遅れを取り戻さないと。ちょっとブドウが落ちちゃった気がするんだ。 6.2。 いやー、だいぶ上振れしてたんですね、朝の 5.6 は。誰にも言えない、今日おむつ履いてるなんて誰にも言えない。でも昔のさ、パチスローチの人はさ、マジでおむつ履いてたらしいからね。朝のさ、並びとかさ、終日打つためにとかさ、本気度がすごい。今データ見たら3000枚超えてた。3381枚。ビッグの確率168分の1だって。これいけるよ、いける。50回いけるよ。3000ゲーム回して3000枚でしょ。1万ゲーム回したら万枚出んじゃない。
くハマった。聞いてない。そういうのやってない。はい、来た600ゲーム。なんでー、心の準備をさせてほしいよ、こっちにも。やっぱ勘違いだったかな。6だと思ってたけど、やっぱ3かな。おかしいじゃん、だってこんな連チャンしていきなり600ハマりますとかさ何が起きた？どういう心境の変化なんだ。当たりましたー当たりました。202ゲーム。レギュラー。ビッグが引けない。あの楽しかった頃に戻りたいね。全然光りません。6ではないよね。いや、ないよな。なんか途中でさ、レギュラーが、まあ、先行したり、ビッグが先行したりみたいな感じで、みんな両方ボーナス均等に当たって50回ギリ届くかなみたいな感じにさなると思ってたの。まさかそもそもボーナスがさ1時間に1回とかしか当たらなくなるとは思ってないからさ、どうしたらいいのかわからないですハマりませんでした396。これはビッグ正解。でもどっちかでいいんだよね。レギュラービッグどっちでもいいから、もうハマらずにコンスタントに当たり続けてくれればもうそれだけでいいんだが。いや、でもさすが当たりまくってただけあってさ、あんなにハマってもまだ合算125分の1なんだよね。まあ状況が状況だからうっちはするけど、なんかもうしんどいなーと思ったらやめるかも正直ブドウもあんま良くないし、あって中間かなみたいな感じでやめちゃうかもしれないけど。よいしょ、ふい、あ、当たったー。
さんにレッチョンしたー、しかもビッグだー。はい、いや、まだいける、まだ50回狙えるはず。5000ゲーム回しました。合算は131分の1、100分の1を切っていた頃のマイジャグ4は一体どこへ行ってしまったんだろう。おー、立った、危ない、箱からコインを下ろすところだった。やっと誤差25回。いや、もうちょい早く半分折り返しに来るつもりだったんだけど、ちょっと時間かかっちゃったね。5時半、あと5時間で25回ボーナス引くってことは1時間で5回か。いける？1時間で5回、激ハードル高めだね。そう、奇跡的な連チャンを信じて回すしかないけど、もうちょっと 10% ぐらい諦めの気持ちが。だって25よ。もう8時間打ってるけど、8時間で25回だから、いやー、40回だったらいけそうだけどな。40回もきついか。へえ、2000枚飲まれたんだね。3000枚からがここ600のゾーンです、多分600、200、400のゾーン、ピョーンってって多分この辺でしょ。最後に318ゲーム、162ゲーム、もうレギュラーで50回目指そっかな。レギュラーばっかり。わかりました。もういいって。いいわけ、そうよ、もう。はい、あと一箱、3箱、それがもうあと一箱と下皿になりました。すごい長い時間かけて台に戻していくこの作業。何なんだろうね、不思議だね。ジャグラーは永遠に謎や、さっぱりわからん。誰がこんなことになると思った。だって絶対みんなさ、あ、これ50回行くやつだってワンチャン万枚もあるぞってなったんですよ。それがこれですよ。本当に期待させてごめんねって感じ。
まあ、すごい展開のなんか波が訪れない限り、ここから閉店までシーンが飛びます。で待って、閉店までシーンが飛ぶって今何時？いや、何時か。はい、カウントダウンが始まります。5秒前9秒9。お疲れ様でした。10時40分閉店まで打ち切りまして、9490ゲーム、あと510ゲーム回せば1万回転だったのに。まあ、今日はちょっと朝調子に乗ってね、6だ6だって騒ぎすぎたおかげで後半なんかグズグズしたんですけど、ビッグも50回引けず、レギュラーも50回引けず、1万ゲームも回せず、なんか中途半端な回になっちゃったな。まあその点もう含めて反省はちょっと後ほどエンディングで、とりあえず腰が痛いんで今日は早めに帰りたいと思います。お疲れ様でした。今日は朝からマイジャグ4を打ちまして、下見でね、3台選んで、そのうちの1台に座ったんですけど、まあ結果的に言うと中間ぐらいなのかな。途中までは高設定じゃないか、なんなら設定6なんじゃないかってウキウキでね、回してて、今日はビッグ50回かレギュラー50回引いて帰ろうと思ってたんですけど、まあ、ビッグもレギュラーも36の32というなんか中途半端な数字に終わって、じゃあせめて1万ゲーム回そうと思ったら、それも600ゲームぐらい足りず、何一つ偉業を成し遂げることなく閉店を迎えました。まあでも改めて今回の実戦で、その全ての偉業を成し遂げるっていう難しさを痛感したというか、一つテーマを決めて、まあ、1万ゲーム絶対回すとか、ビッグ50回引くとか、何か一つテーマを決めて今後も実践をしていかないと、なんか中途半端にブレてあっちもこっちもってなると、今日みたいなことになっちゃうんかなっていう。他の台に関しては、まあ、ちょっと台からあまり離れられなかったので、店内の様子とかはゆっくり見ることができなかったんですけど、そうですね、実際その最後ちらっと店内見て回って、やっぱり高設定っぽいなっていうデータの台でも、ビッグ50回レギュラー50回1万ゲームで回してる台が1台もなかったんで、そうやっぱ難しいんだなと思って、自分より合算のいい台でもそこまで行くのはやっぱり簡単なことではないんだなと思いました。実はですね、今日の実践中に、そんな、ほぼ全ての偉業を達成した偉人さんを発見しまして、まあツイッターでいるのもう実は存命で存命で歴史上の人物とかではなく実在しておりまして、
で今日も愛宅さんが頑張って回してる間に、はい、私あのコンタクトの方を取ってみたんですよ。そしたらあのちょっとお話を聞かせてくれると。あ、すごい。で、まあ、今日はこんな時間なんで、はい、まあ、また次回の収録の時にでも、うん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 、どういうことが起こったのかとか、うん、その日はどういう日だったのかっていうのをもうちょっと掘り下げて、はいはいはい、何の機種で名前出したんだろう。あー、それはちょっと楽しみ。あ、モチベーションが上がりました次回こそは、いやー、でも次回そうですね、その偉人の人に話を聞いてリベンジマッチ、ボーナス50回引くリベンジか、もしくは何か別のものかちょっと考えておきます次回こそ、うん、偉業を一つでも多く成し遂げるために、まあその偉人の方にお話を聞いたりとか、まあ自分で何かね反省点改善点を見つけて今後に生かしていきたいと思いますので、次回もどうぞ皆様お楽しみに。偉人になるぞー。さようなら。皆さんこんにちは、シナマイタケです。私がプロデュースしたデザインしたマスク、ご購入いただけましたでしょうか。割と好評で2セット、3セット、4セット予約したよとお声をいただいているんですが、このつけ心地抜群のマスク、なんと新商品がこの度出まして、今回はあの子がデザインした新しいマスクでございます。この子です。よいしょー、皆さんこんにちは、ピラミです。私がデザインしたマスクが2種類発売となります。私は両方とも黒にしました。シンプルな感じで、もともと私黒マスクってちょっと抵抗があったんですよ。なんかちょっと中二病、目がうずくじゃないけどそういうイメージがあったんですけど、自粛期間中に結構つける人が増えて、なんか抵抗がなくなったというか。確かにね。しかもこれ繰り返し何度でも洗えるんですよ洗えるんですバーコードのデザインをね、おしゃれだなと思って。え、バーコードも中二病なの入れたくってここにも入れたんですけど、ここに私の誕生日と日商本の雑誌にデビューした日の日付になります。記念日と記念日だね。そう、記念日と記念日で、このバーコード読み込むとちゃんとこの数字が出るようになってるんで。そうだからね、しれっと嘘つくの。いや、でも本当にこれはね、読める。あ、本当に本当に本当。いや、まだ信じないぜひぜひ必勝ウェブショッピングサイト、うん、の方でお買い求めください。はい、よろしくお願いします。